えっと社会体制とその宗教の関係についてですね、あの若松さんの方から少し問題提起をいただきたいと思います。はいはいはい、あの反体制という言葉が、あのまあ、宗教を近年考えるときにあのいろいろあの発言、いろんな角度で発言されると思うんですけど、まあ私はあのキリスト者なので、イエスはですね、大変反体制だったと言ってもいいぐらいです。ただ反体制ということと反社会ということは全然違うんだ。うんうんうん いうことですむしろ今回の問題は宗教が体制側に入り込んだところに大きな問題があるわけですね。ですので宗教が反体制的であるということはその宗教の審議を問う時に私たちはとても慎重に判断しなければならない。例えば宗教と政治というのが結びついて反体制的な運動を起こした最も近年で大きな出来事それはインドの独立だと思うんですよ。インドの独立のマハトマ・ガンディが人々を率いた大変反体制的な動きだった。 だけどもああいうふうに開かれた非暴力によってインドの独立を実現するということがあっただから私たちは反体制ということが必ずしも非人間的とか非社会的であるということとは違うんだということを論議の前提にしないと体制的なものが良いことだというふうになってしまうととても恐ろしいことになるですので、えー、例えば1933年以降の、えー、ナチスドイツの蛮行ああいうものはあれが体制だったわけですよねで、あそこに非体制的であるということはとても重要なことだった で反体制という時にじゃあその人たちは何を守っているのかということだと思うんですそしてで宗教が自分たちの利益を守るということになってしまうと少し問題がやはり出てくるでやはりその人間の尊さあるいは人間のつながり人間が存在する意味というものをどうしても守りたいと。 いうことであれば宗教が反体制的になって立ち上がるということはあるだけども自分たちの考え自分たちの利益というものを獲得するために何か戦おうとする時ってことは、ねまあ、その点でいうとです、ね、キリスト教はおそらく反体制的な状況の中から生まれてきましたしイエスはそれゆえに十字架にかけられた、はい、というところがやっぱありますよね。うん あの、まあ、そのまさに社会とかの攻め合いなんですけれども。反体制と反社会の区別っていうのは。なるほど。うん、あの、必要だと思いました。またですね。宗教にはそもそも。社会とは別の価値体系があって。だからこそ。人は救われるっていう面があります。うん、宗教には。今泣いているものこそが幸せである。うん、今苦しんでいるものこそ幸せである。 悪人こそが救われる、うん、死,ぬ死ぬ際には死ぬがよろしく候ろっていうようなやっぱ世間的な価値とは別のものを提示できるからこそ宗教の存在意義があるわけであるんですがそれは言ってみればあの脱社会とは別の価値を持ってるからこそ宗教にはさまざまな。 トゲも毒もある伝統教団っていうのはそうやって社,社会とせめぎ合っているのでもうトゲが取れちゃってる社会とともにあの存在している状態ではあるんですがただ社会とこのトゲとの接点のところに文化も生まれアートも生まれ音楽も生まれるっていうそういう面が、ね、あるっていうふうにまあ思うんですよね。 伝統教団からねゲ、うん、が取れてるっていうのは面白い表現だと思うんですけども <laughs> ちょっと,と取れすぎて、うん、それで伝統教団に物足りなさを感じて、うん、若い人はもっと刺激のあるうそうういいことと思ます、ね、本来の,、うん、あの宗教本来が持ってる魅力っていうものがやっぱり減ってきてあの旧統一教会で言えば一般信者は脱,宗教脱社会非社会という。 そういう方向を求めているのかもしれないですけど、少なくとも教団運営している中枢部は明らかにまあ反社会の手法を取っているっていうところのま問題があるかと思いますね。うんうん、まあ実際その統一教会え旧統一教会がしてきたことというのはその単にま社会というより社会一般というよりかはですねえっ、ー、と政治体制既存の政治体制の中に深くこう食い込んできたっていうことが今や問題になっています。うんうんうん でそこにはお,おそらく価値を共有するというです、ね、部分があったからそうなったと思うんですけどもその政治体制へのこう食い込み方という点であの櫻井さんあの、まあ、統一教会はです、ねえー、1950年代に、まあ、韓国で生まれているわけなんですけどもあのパク・チョンヒ政権の下で,です、ねえー、反共運動をやるという、うん、その先兵フロント団体として非業、ねまあ、を受けながら、えー、成長できてきたということなんですね。 それからまあ日本に来てです、ねえー、岸信介さんとか笹川良一さんとかです、ね、そういった方々との関係も利用しつつです、ねまあ、その自民党政権、えー、清和会、えー、こういったその中にです、ね、深くまあ沈黙してきた、えー、わけなんですね。ですから、その意味でその、まえー、あの反共運動国際勝共連合なんかが担っていたところはです、ね、非常に耐性ない運動なんです。うん しかしその反体制的なところがなかったのかっていうと、えー、キャンパスにはですね、まあ、その審査欲であるとかそのマルク主義的な考え方これがあってそれに対してその統一教会はですね、えー、キリスト教をまあ統一する神主権という、まあ、新しい思想ですね、えー、これをまああの主張してたわけなんですね。でそれで一部の学生たたちが入っっていった 政治運運動動であり思想運動だったんですだからそういう意味でその統一教会っていうのは体制に沈黙する側面もあり反体制的な面も示しそしてまたさまざまなです、ね、面をまあ持ちながらです、ねまあ、現在に至ってるというその意味で,です、ね、簡単に捉えることのできない宗教団体だなっていうふうに私は思ってるんですね。うん、例えばあの、うん、保守政治家の人たちなんかは、はい 旧統一教会がやってるという、うん、あの反日的な協議っていうのはどういうふうに考えてるんですか？ええ、そこは見てないと思います。あ、そこ。ええ、あの消去まあ連合の方もですね、女性連合とか平和連合いろいろありますけども、自民党の保守的な考え方ですね、家族が大事であるとか、あるいはその青少年の健全育成であるとか、そこだけを見てですね、いわばその 考え方がですね。重なってるという風に思うわけですよ。しかし、その先は青少年の健全育成といっても、えー、まあ、あの結婚するまではあのまあ、婚前交渉を含めてですね。恋愛も禁止するとかですね。非常にまあ極端な主張をしてるんですけども、も、うんえー、これはですね。私、非常におかしいんじゃないかという,うに思ってます。日本の場合でいうと、一つは戦後の宗教への認識の歪みみたいなものが一つあるかなと思います。 GHQ の主導でとにかく国家浸透対策っていうのが強力に進められた結果政治や教育の場からかなり徹底して宗教的なものを排除するとこうアレルギー的に排除した結果そのカウンターとして右派の宗教右派の人たちが声を上げたっていうのがあると思いますね。 いずれにしてもとにかく宗教っていうのは本当に取り扱い注意案件で畏敬の念を持ってあのお付き合いしなければいけない人間から生まれ。宗教は人間から生まれたものであるにもかかわらず人間の手を離れて自目的に動,く動き出すともうコントロール不能といいますか例えば宗教の暴力装置や差別装置がか稼働し始めるともう止まらない。 ですよね人間の力でどうにもならないっていう、まあ、そういうこう危なさがありますのでだからこそ飽くなきこう競技教,教学の議論を重ねて宗教があの内包している暴力性やこの差別性を稼働させないようなリミッターを設定し続けなきゃいけないわけですね。そういうい意味ではあの 信仰の持つ加害者性信仰はそもそも加害者性を持ってるっていうそこに立たねばならない信仰は常に人を傷つける可能性がある信仰っていうのは他のストーリーに生きてる人に対して大変無頓着になったり無自覚になりがちですのでそこに常に立つ。